2005年夏 j a v a ンカンファレンスにて、ジェームズ・アーサー・ゴスリンは、カナダ出身の計算機科学者である。オブジェクト思考プログラミング言語 Java の生みの親、リードデザイナーとして広く知られており、ドクター・ジャバの異名を持つ。計算機科学を専攻し、1977年に、カルガリー大学で学士号を、カーネギー・メロン大学で修士号と PhD を取得した。 博士家庭在籍中にユニックスで動作する最初の EMAX 風エディタであるゴスリング EMAX を開発した。また、カーネギーメロン大学在学中にユニックスのマルチプロセッサ版やいくつかのコンパイラとメール転送エージェントを開発した。大学卒業後、サンマイクロシステムズに入社した。ゴスリンは1984年から2010年までの26年間、 サンマイクロシステムズに在籍していた。彼は、オブジェクト思考プログラミング言語 Java の生みの親として知られている。パークの旧コードをバックスアセンブラに変換して、ハードウェアをエミュレートすることで、パークからソフトウェアを移植するプログラムを書いていた時に、Java 仮想マシンのアイデアを得た。ゴスリンはサンのフェローであり、サンラブスで研究活動を行っていた。 2006年から2010年まで、ゴスリンはさんの副社長であり、開発者製品グループの最高技術責任者を務めていた。彼は、サンマイクロシステムズがオラクルに買収された後の2010年4月2日、給与、地位、意思決定能力の低下、役割の変更、倫理的な課題を理由に同社を退職した。それ以降、彼はインタビューで、オラクルに対して、 非常に批判的な姿勢をとっており、サンとグーグルの間で特許の状況をめぐって我々が追い込まれていた時のサンとオラクルとの合併に関する会議では、我々にはオラクルの弁護士の目がキラキラしているのが見えたと指摘している。アンドロイドをめぐるグーグルとオラクルの裁判の際、次のように自身の立場を表明した。私とオラクルとの間にもめ事はあったが、この場合には、 彼らの方が正しい。グーグルは完全に酸を泥で覆った。我々は本当に邪魔をされた。ジョナサン・シュワルツも。彼は幸せそうな顔をしてレモンをレモネードにすることにしたが、これは酸の多くの人々を悩ませた。しかし彼は API が著作権で保護されるべきではないという裁判所の判決に賛同した。2011年3月。 ゴスリンはオラクルを退社してグーグルに入社したが、その半年後には、同僚のビルバスの後を追って、無人ボートで海洋データを収集し、クラウドにアップロードする、新興企業、リキッドロボティクスに入社し、主任ソフトウェア設計者に就任した。2016年後半、リキッドロボティクスはボーイングに買収された。買収後、 ゴスリンはリキッドロボティクスを退社し2017年5月に上級技術者としてアマゾンウェブサービスに入社した彼はスカーラを開発した企業ライトベンドの顧問ジェラスティックの独立取締役ユーカリプタスの戦略顧問を務める彼は未知のものを証明することが好きなことで知られており好きな無理数は2であると述べている彼のオフィスには 2の最初の1000桁の数字が額に入れて飾られている。ゴスリンはまずゴスリング EMAX の著者として知られるようになった。彼はまたニュースと呼ばれる初期のユニックスの Window システムを開発した。彼は1994年にプログラミング言語 Java を開発したことで広く知られている。彼は Java のオリジナルデザインを作成し、 言語のオリジナルコンパイラと仮想マシンを実装した。ゴスリンは彼が大学院生時代に研究室の DEC バックスコンピュータ用の P コードマシンを作成し、教授が UCS ドパスカルで書いたプログラムを実行できるようにしたことがこのアプローチの起源であるとしている。サンデのジャバイとつながる仕事の中で彼は広く分散されたプログラムのための アーキテクチャニュートラルな実行が常にプログラムを同じ仮想マシンで実行するという同様の哲学を実装することで達成できることに気づいた。その功績により全米技術アカデミーは彼を外国人巡回員に選出した。ゴスリンのもう一つの貢献としてブライアン・カーニハンとロブ・パイクの著書ユニックスプログラミング環境で詳細に 説明されているユーティリティであるシャルを共同で制作したことがある。ゴスリンはプログラミングなどの作業の多くを自分のアップルのパワーブックで行っている。ありがとうございます。